焼かれたら焼き返す。ヘラ返しだ。滑る。それは経験したくない地獄の時間。しかし今宵は広島の6人のべしゃりかたちが滑って滑って滑りまくる。1、2、3。怖いもの見たさでご覧ください。7、8。広島慰め市。さあ始まりました、作って即興面白小話。よいしょー、やった素晴らしい、というわけで、はい、司会を務めます広島吉本の龍馬と福山でクレメンスです。よろしくお願いします。タイトルコールを聞いてお気づきかもしれないが、このコーナー実は軽いドッキリ仕様。面白い小話をするつもりで集まったべしゃりかたちの滑った話だけをオンエアし、一番滑ったべしゃりか、通称 MVS を決めるという地獄のような企画なのだ。ちなみに MVS に選ばれると慰めのご飯、慰め飯を食べることができる。では早速それとなくテレビに出演している前列のべしゃりかたちを紹介。役者末竹ふとし、モデル吉田和樹、ホームアナウンサー八木美佐子、役者兼劇団主催深見哲也。続いてはテレビ初出演のべしゃりかたちの自己紹介をどうぞ。じゃあ前列行きましたので後列行きましょうか、はい、電化製品のことなら何でも任せ、せーの、小島田島だよ。広島県のご当地アイドル、きつねで混合のあやたんこと田島彩香です。よろしくお願いします。お願いします。味濃いですね。あとゆっくりと料理させてもらいますので、さあ最後お願いします。はい、はい、広島ホームテレビ営業部の飯田敦と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。なるほど、ね、とりあえず一言だけいいですか。はいはい、誰誰とだけの代表です。誰、飯田さん今日は何しに来られたんですか。今日です、素人代表として、はい、話をしに来ました。その隣の方ですよ、問題なの、はい、あなたや、こっちのセリフやん。こっちのセリフ。それでコンコンっていうアイドルやられてるんですか。普段はじゃあ、ご当地アイドルしてます。え、一人でやってるんですか。二人なんです。二人組で。え、今日もう片割れの方どうしたの。片割れっていうのよ。片割れ。相方さんどうしたんですか。ひなひな星っていうところに変えられてるんです。はい。ひなひな星っていう。ああ、はいはい。なるほど。いよいよ開幕です。今回皆さんにはですね、即興ですね、料理についての小話を、作っていただこうと思います。料理についての小話を即興でやっていただきます。即興で。はい。例えばですね、行きましょうか、じゃあ。こちらの、バナナ、はいはい。バナナでございます。これを作った生産者さんの生い立ちを教えてください。うん、これちなみに福山くんやったらどうやる、うん、あ、これですか。はい。小話。はい。このバナナ、黄色く、もともとは青臭いけど、はいはい、うん、どんどん黄色く成長していって実っていくんだろうな。このように皆さん今からやっていってもらいますので、よろしくお願いいたします。とても難しい。これは困惑気味のべしゃりかたちはさておき、早速最初のお題へ。好み物語ペペさんの肉玉そばハラペーニョトッピングでございます。はい。でこちらで作っていただく小話の内容は、はい、この刺激的な料理が誕生したエピソードを教えてください。はい、ではできた方から挙手でお願いいたします。いや、淡々と進めるな。さあ行きましょう。淡々と進めるな。まず先陣を切ったのは、おお、すごい、はい、狐でコンコン田島彩香、その小話やいかに。この刺激的な料理が誕生したエピソードを教えてください。ムチコーニョ村に住んでた、ムチコーニョ村に住んでたペロペーロさんが作ったのがハラペーニョトッピングだったんです。はい、続いては、じゃあ、はい、末竹さん行きましょう。末竹さん行きましょう。お願いします。この刺激的な料理が誕生したエピソードを教えてください。まあ、実はね、店主はね、お好み焼きを、まあ、
作りたいんですけども、はい、なかなか貧乏して作れなかったという、うんうん、で苦労してようやくこうペペっていうお店を、まあ、オープンさせたんですよ、はいはい、でその時に夢の中でねやっぱたくさんいっぱい食べたいわけですよ、うんうん、ねでその時にあー腹いっぺー食べてーにょーっつってあー腹いっぺー食べてーにょー腹ぺーにょー腹ぺーにょーって言った時にこれできたんですよね。行きましょうか田島さん、はいはい、この刺激的な料理が誕生したエピソードを教えてください。国民的なアニメで仮面ライダーってあるじゃないですか。ありますね。お好み焼きをモチーフにした仮面ライダーを作ろうってなって、うんうんはい、よくあの仮面ライダーって普通のかっこいい男の子から変身ってやって、うんはいはいはい、めっちゃかっこいい感じのかっこいい仮面ライダーになるじゃないですか。シャキーってなりますね。そうなりますよね、はい、でその変身の言葉がちょうどこちらに書いてある。え肉トマスそばハラペーニョトッピングっていうのをちょうど店主の方が見られてまして、はい、あの店主の方がめちゃめちゃ仮面ライダーが好きだったんですよ。その時に店主の方が、うん、なんか舞い降りてきたぞハラペーニョってなって生まれたのがこちらのお好み焼きです。八木さん行ってみます。行きましょうか。はい、はい、この刺激的な料理が誕生したエピソードを教えてください。時は大航海時代主人公ペペはある夢がありました。俺はお好み焼き王になる憧れのゴールドンジャーが言いました、うんうんうん、俺はそこに全てを置いてきた。行け若者ども。ペペは海に出てあんな冒険やこんな冒険をしてあるその宝箱を開いた。うん、その時出てきたのはこれハラペーニョトッピング。じゃあ吉田さんいきます。この刺激的な料理が誕生したエピソードを教えてください。ペペさんは、まあ、夫婦でやられてて、はい、でやっぱりね夫婦ってなるといろんなことがあるんですよやっぱり。そうです、うん、ね1年いや3年ぐらいね、はい、ちょっとこう行ってらっしゃいのキスもなかったんですよ、うん、である日、うん、何か起きたんでしょうね、はい、奥さんの方から行ってきますの注意をしてくれました。ちょっと気持ちがハラペーニョしてきました。気持ちがハラペーニョ、はいはい、ちょっと気持ちが上がってきました。なるほど。テンション上がってきました、はい、あこれは今日の夜何かあるかもしれないな、うん、仕事に行きます。お好み焼きたくさん焼きます、はい、今日はいいことあるかもしれない焼きます、はい、帰りました、うん、その日の夜3年ぶりの、うん、続いてのテーマは肉玉そば、ハラペーニョトッピングの雑学を教えてください。じゃあ井田さんいきますか。はい、でやっぱ刺激的な料理なんで、うん、ハラペーニョ実はこのお好み焼きと一緒に食べるとあの3の数だけの時だけ刺激的な人物になるというお、はい、なるほど。例えばハラペーニョ食べたとするじゃないですか、はいはい、じゃあいきますよ。食べました。食べました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10終わりです。末竹さん行きましょう、はい、行きましょう、はい、肉玉そば、ハラペーニョトッピングの雑学を教えてください。このね、はい、ハラペーニョトッピング、まあ、いつも、メニューが来たら、はい、まあ、あの箸置きってあるじゃないですか、はい、通常は、まあ、木でできたものは置いてあるんですけど、うんうん、このハラペーニョトッピングを置いた時だけ、うんうん、あの硬いこう石のものが、うん、あの提供されるんですよね。はい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 、この、はい、でこの石のことをスパイシーというらしいですよ。お後がよろしいようで、続いてはお店の名前ペペの由来とは。すごいですね、ヤギさん。このお店の名前ペペの由来を教えてください。はい、店長がヌルヌルが好き。それはちょっと僕らはいいんですけど、ホームテレビ的に大丈夫なのですね。なんでこの面ってあなたが言うんだっていう。ごめんなさい、ダメだった。この話は超えられないということで、本日最後のテーマへ。お好み焼きが生まれた瞬間の話をしてください。深見さん、お好み焼きが生まれた瞬間の話をよろしくお願いします。このお好み焼きは昭和に生まれたんですね、うん。でこのお好み焼きって、この名前って不思議じゃないですか。たこ焼きとか、はいはい、たい焼きとか、
何かしらその焼きの前にはなんかそう具体的なものがありますよね。このお好み焼きってあまり具体的じゃないと思うんですよ、うん、これ実はですねかなり省略されていて、うん、このお好み焼きを作ったのは、うん、のぞみさんって方なんですよ。岡野のぞみさんです。岡野のぞみさん、はい、あれどうしました。です違う、まさかですけど、まさかですけど岡野のぞみさんからつなげようとしました。そうですね岡野の焼きとかならないですかそれ。そうです、はいはい、ですね、はいはい、お好み焼きは、のぞみさんって方が作ったんですね。でこののぞみさんの名字はですね、はい、大子のぞみさんです。大子のぞみさん、はい、結構珍しい方なんですね。なるほど、そうですね、大子のぞみさん、はい、で略されて、はい、まあそのまあ、すごい市場に愛嬌ある方だったんで、はい、で略されてお好み、大子のぞみさんはお好みと言われてたわけですよ、うん、なるほど、ほうほうほう、お好み焼きになりましたじゃあ末竹さん、はい、お願いします。お好み焼きが生まれた瞬間の話をしてください。このねお好み焼きっていうのは、はい、昔からあると言われてますけども、うん、表面をずっと焼いててもなんかいまいちこう美味しくなかったんですよね、うん、そしてある時に誰かが、うん、あこれをこうやることでめちゃくちゃ美味しくなるということに気づいたんですよ。大発見ですね。そう大発見なんですよ、はい、でだからこの時に生まれた言葉が、はい、焼かれたら焼き返す、ヘラ返しだ。さあ皆様今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。飯田さんいかがでした。いやもう本当に何喋っていいか分からず、うん、本当疲れましたね。そうですね、飯田さん唯一一般で、そうですね、はい、はい、来ました。はい、皆さん今日ねすごい大変だったと思うんですよ、はい、ということで、うん、今回あのお題で出した料理あったじゃないですか、はい、そちらご用意しております。こちらでございます。ただし食べることができるのはたった一人。それでは結果発表。今回のモストバリアブル滑った人MVS に輝いたのは末竹さんでございます。おめでとう。いやおめでとうございます。滑ってたもん。どういうこと。MVS に見事輝いたのは役者末竹。慰め師としてお好み物語ペペの肉玉そばハラペーノトッピングを召し上がれ。あ、うそ。かっこーよかったよかった。吉田さん、末竹さんのその範囲というか勝因というかそういうのどう思います。いや、もうやっぱりね、末竹さんの悪いとこがあるんですよ、ね、一番最初に喋り出す時の顔、うん、もうね、今から俺やりますこうやってこうやってやる。八木さんとか末竹さん見てていかがですか。俺面白いだろっての出過ぎてもう言われたい方だよもうみんなで慰めてあげてくださいよ、ね、末竹さん。末竹さん今後も頑張ってください。頑張るよ。頑張れ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 